去年7月浜松市市内のホテルで開かれた鈴木の退職者の集い。ある人物の周りに人が集まっていました。サインだけちょっと出てきたらお願いします。彼の名はおさむ。今年で93歳を迎えた相談役の鈴木おさむさんです。40年以上にわたり社長会長を歴任してきたカリスマ。しかし多くの社員にとって身近な存在でした。もし生まれ変わることがあったらまた この会社でやりたいなと。ありがとうございます。おさむさんは社員一人一人と信頼関係を築いてきたのです。孫が慶応の3年になりまして、スイカ持って、ね、食べてもらえるか。お元気そうでよかった。少し痩せましたよ。鈴木の創業は1909年、機織り機の製造から始まりました。自動車メーカーになるきっかけはこのエンジン付き自転車。それを改良しオートバイに。まずは二輪で名を馳せます。そして初の自動車を発売したのが1955年。その3年後、創業家の娘婿として入社したのがおさむさんだったのです。社長になって初めて手掛けたのが新登場鈴木アルト。1979年に発売された軽自動車です。47万円。軽の新車が65万円前後だった時代、衝撃的な価格で大ヒットしました。ターゲットは女性。他のメーカーが高級路線に走る中、独自路線で勝負をかけたのです。社長就任1年目、これが軽自動車なんだ。その頃鈴木は一弱小メーカーに過ぎませんでした。自社を贔屓の球団になぞらえこんなことを。東京の皆さん方、おとといは名古屋球場で王選手が3打席連続ホームランを打っておめでとうございました。私実はドラゴンスファンでございました。あの日は中日の大島も3本打ったんですから、やればできるんですよ。1日ぐらいなら王と一緒のことができる。さらに他のメーカーがアメリカ一辺倒の中、鈴木はどこも目をつけていなかった国に進出、インドです。番組は17年前密着していました。果たしてその熾烈な争奪戦の行方は。この日日本から鈴木治会長がやってきました。これはすごいな。鈴木会長の言葉に必死で耳を傾けるインド人の技術者たち。同じところの傷が多いよ。一遍ちょっと工程チェックしてごらん。治さんは日本でもインドでも徹底した現場主義を貫きました。業界内で無謀と言われたインド進出。当初日本の部品メーカーはどこも協力してくれませんでした。すべてゼロからのスタートでしたが、この勝負に鈴木は勝ちます。
どっか行って1位を取ろうという野望あったわけですよ、ね、一番簡単なのね、どこのメーカーも出て行ってないところへ行けば1位取れると。今や国内でも好調、販売台数はトヨタに次いで2位。しかしその道のりは、東日本大震災などで業績が悪化、さらに深くお詫びを申し上げたいと存じます。燃費の不正測定問題が発覚。決して順風満帆ではありませんでした。そして2021年2月、後進の道を譲ることを決めました。代表権を持たない相談役に、ご健康に不安があるというわけではなく、まだまだお元気と思ってよろしいんでしょうか。昨年の頃を47回をやりまして、ピンピンしています。バイ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 。こんにちは。カリスマからバトンを託されたのが、長男の鈴木俊弘社長、63歳。電気自動車や自動運転など100年に一度の大変革期といわれる自動車業界、難しい舵取りが求められる中での交代でした。いや、それは言ったら不安だらけですよね、はい。まあ、こういう立場になったんで、どういうふうにその鈴木というものを継承していくかっていうようなところは考えなきゃいけない。鈴木はグループ全体で従業員7万人以上、売上は3兆5000億円を超えます。その大黒柱になっていかなければならないのです。社長の一日、最近の話題でいうと、やっぱり半導体不足っていうところでね、うん、まあ、あの急に供給できなくなるよっていうような情報がポン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 入ってくるわけですけど、そんな部品もっていうようなところがあったりとか、あまり会社行きたくないなって思いも時々するんだけど。到着したのは浜松市にあるスズキの本社。エレベーター使わないんですね。使わないです、はい。普段本当にあんまり運動することもないんで。3階まで上がって社長室へ。すると大企業とは思えない場面が。はい、おはようございます。出社を待っていた社員、縦型で思い切ってダイナミックに変えてみろということで作ってみたんですが、これらの中持ち込まれたのは名刺のデザイン。形の中でこういった縦型で鈴木らしさと変化感の両方が出せるんではないかということから、まあ、横の方がやっぱり落ち着いてるのかなと。名刺1枚についてもやっぱり社長決裁。まあ普通の会社だともうそんなのは決める部門があって、もうこれで行こうよっていうふうになるんだけど、うちはまだそこまで行ってないんだから。この前名刺まで社長決裁。さらにいろいろ鹿だとかイノシシがいろんなとこ入ってくるんで、それをこれは現在開発中の害獣駆除装置。こうした町工場さながらの光景が社内のあちこちに。忙しいですね。そうですね、まあ、会議って時間通り終わらないからもう伸びちゃって。分刻みで仕事をこなしていきます、はい。やっと一息つけたのがお昼の時間。この日は社員食堂で買った健康弁当。そこそこっていうか、普通の味で美味しいです、はい。次の仕事は正午から。急いで書き込みます。
この日は俊弘さんが最も重視する会議が、その名もワンプラスセブン。社長と7人の幹部が集まり、経営に関する最重要事項を話し合います。この会議を立ち上げたのは俊弘さん自身でした。まあ、相談役から変わって、それを僕がいきなり一人でやるっていうのは無理だなと。本当にみんなの力借りながらやっていかないと、存続っていうのは難しいんじゃないのかなっていうふうには思います。内容は極秘、撮影が許されたのは冒頭のみです。